所沢秋季キャンプベースクール1日目スタート。おはようございます。おはようございます。まずはフェニックスリーグに参加してた、選手の皆さん、試合に、そして試合中練習、試合後個別、お疲れ様でした。そしてそれによりね、優勝おめでとうございます。そしてありがとうございます。まあこのね、キャンプ来年に向かって本当やるしかないと思ってます。選手たちがねレベルアップしていけるように我々コーチ陣スタッフにね本当手助けしながらね選手と一緒に頑張っていきたいと思ってますんで、今日から約3週間のキャンプみんなで頑張っていきましょう。お願いします。あかん、何してん、何してん、こういう楽な感じです。はい、これです。はい、今の使い方はそれ、はい、来たー、この感覚覚えてる。はい、簡単やからと横着するんじゃなくて、はい、グラブつけてコースを取るときもやっぱ最後まで、ね、嫁は大きい声でお願いします。やっぱり捕球力というのがあまりなくて、で打球に対する、取り方だったり追い方だったり正確性だったり、そういうのがまだまだ、まあ、未熟なので、そこを課題として今熊代コーチとやってました。この3週間ぐらいで見違えるような、選手になれたらなと思ってますし、そのフェニックス中にも、対面で話してコーチと守備ではこう練習したい、バッティングではこう練習したいっていうのをしっかりと明確にしてコーチと話し合いできて、でその練習をこの3週間で、まあ、その課題を潰せたらなって思います。秋季キャンプ1日目、だいぶきつい練習から始まりましたが、まだまだ頑張って来年いい結果残せるようにしっかりと課題潰して頑張っていくんで、応援よろしくお願いします。一番たまるところを下げすぎてもたまらない。この角度は本当数ミリだよ。そこがしっかりはまれば自然と最後くれるんだ。拓也ちゃんと練習してました。秋の
かやってましたね。ベルナでやってるのは見たっす。イメージこうはなりたくないですけど、こういうイメージに、うん、こっちを押さえるから、こっちも押さえるから、はい、ここで、そうか、そしたらもっと地面を押せる、はい、でその場合こっちが外れちゃうと繋がるところを繋げて押っていける。とにかく長いイニング投げるというふうに言われてたので、もっと最初から9回投げ切るつもりで行くためにはやっぱりストライク先行で行かなきゃいけないので、球数やっぱり多くなると投げれないんです。球数少なくストライク先行をとにかく意識してやった結果がやっぱりいいテンポで投げましたし、早めに追い込んで常に僕が優位なカウントで投げれたので、それがいい結果につながったかなと思います。僕はもうとにかくストレートの球速を上げることと、あとはスライダーとフォークを課題として、この3球種を良くするために、とにかくフィジカル面筋肉を大きくして出力を上げてとか、体のを大きくすることをテーマにやっていきたいなと思います。